国道138号起点山梨県富士吉田市、上宿交差点付近国道138号は、山梨県富士吉田市から静岡県御殿場市を経由して、神奈川県小田原市に至る一般国道である。国道1号への分岐神奈川県足柄市郡、分、箱根町区の下交差点付近山梨県の南東部で位置する富士吉田市の中心市街から、 富士山の東部山麓の山中湖や箱根を経由しての神奈川県小田原市街地に至る一般国道の路線である。主な通過地は山梨県山中湖村、静岡県御殿場市、神奈川県箱根町で富士吉田山中湖間は旧鎌倉王間、山中湖御殿場箱根間は箱根浦街道と呼ばれる道で加護坂峠、乙女峠といった山岳地も通過する。 箱根町宮の下から終点の小田原市民会館前までの区間は国道1号と道路を徴用する五殿場市内に急道に並行するバイパス道路として開通し現在は現道になっている五殿場バイパスがある歴史的には1953年に最初の国道指定を受けて二級国道138号富士吉田小田原線となり1965年に 道路法改正に伴い一般国道138号になった。起点の上宿交差点は国道137号、国道139号と接続し、五点場で国道246号そのバイパスと連絡、終点側は新旧の国道1号と結ばれる。途中の五点場バイパスでは高速自動車国道である、東名高速道路と五点場インターチェンジで接続しており、 高速道路や主要幹線国道と連絡を担う重要な幹線道路になっている。富士山の眺望もよく沿線に山中湖、箱根温泉などの観光地や大型ショッピングセンターが点在し、観光シーズンなどには道路が渋滞するほど混雑する時がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。 静岡県寸東郡小山町須走里付近からの富士山2015年3月撮影富士山が見える区間が多い。富士吉田市上宿交差点より富士山の裾野からスタートして高原を進む。しばらく行くと富士五湖の一つである山中湖が見える。鹿ご坂峠を登り切ると静岡県寸東郡小山町の須走里の集落に出る。周辺には 東富士五湖道路すばしりインターチェンジ、富士山すばしり口や自衛隊富士学校がある。そのまま走ると、五天場市に入り、しばらくすると、五天場バイパスと、旧国道138号の分岐があり、ここからバイパスが始まる。国道246号との立体交差をくぐり、バイパスを進むと、東米高速道路五天場インターチェンジがある。旧国道とは、 深沢西交差点で一旦合流した後、深沢東交差点で再び分岐する。県境の乙女峠をトンネルで抜ける乙女道路が有料道路であった頃は、長尾峠も国道138号だった。富士山の眺望の良い,い乙女峠を抜けると、神奈川県足柄下郡箱根町に入る。山道を走り宮の下交差点で国道1号と合流して、 小田原市の小田原城付近で終点となる。週末や夏の観光シーズンを中心に、富士吉田市の市街地、山中湖周辺、東富士五湖道路、すばしりインターチェンジ透明。特に、並行する道路がないすばしりインターチェンジ組、沢上交差点の間は、激しい渋滞となるため、御殿場バイパスの延伸が進められている。また、御殿場プレミアムアウトレットへ出入りする車で、 付近が激しく混雑することもある。しかし、2014年6月28日の県王道の相模原愛川 IC から高尾山インターチェンジまでの区間の開通によって、今まで東富士五小道路を利用していた運転手も県王道経由に変更したため渋滞も大幅に緩和された。五天場バイパス、静岡県五天場市主油沢道の駅。 編集国道413号の分岐山梨県、南鶴郡山中小村、ありがとうございます。